一層の冷え込みが予想されるこの週末、注意したいのは車に関わるトラブルです。雪と降ったりしますとですね、それに伴うスリップなどでの事故が増加する季節となります。特に川にかかる橋の上などは路面凍結に警戒する必要があり、速度の出し過ぎは危険です。路面の凍結はですね、一番怖いのはですね、ここから先が凍結しているなということが分かりにくい状態でありますので、気づいたらもう滑り出していると、こういったことに陥りやすいことになります。さらに晴れの日でもですね、夜露などが固まってですね、凍結という状況に陥ることがあります。で、その時はもうほとんど見た目では分からない状態で凍っているということもありますので、注意が必要になります。馬の耳に念仏でしょうが、路面凍結によるトラブルを防ぐにはタイヤチェーンの装着が有効です。本格的なチェーンですと慣れていても取り付けには30分以上時間がかかると。 JAF の皆さんでも手こずるチェーンの装着、そこで簡単便利な滑り止めがあることご存知でしょうか。布製のタイヤチェーンというものが出てきております。こういったものですと非常に取り付けも早くできるようになりますね。片方のタイヤどうでしょう、5分もあれば。10年ほど前からこうした布製チェーンは販売されているとのことですが、記者が初めて装着を体験。僕まだチェーンというものをつけたことないんですけど、本当に布製のチェーンは簡単につけられるのか、ちょっとやってみたいと思います。じゃあまずこちらの、ゴムの黒いところをですね、タイヤにかぶせると、はいはい、じゃあお願いします。これまずはゴムの部分を引っ張り、タイヤの上部にかぶせます。半分ほどかぶせたら、はい、じゃあこの状態で少し車を前に出す。次に車を動かし、タイヤを半回転ほど前に進ませます、はい、そして安全のためにエンジンを切り、残った部分にも布をかぶせて作業は完了。5分もかからず 2,3 分でできるっていう感じですね。そうですね、もう慣れてしまうとすぐですね。でも気になるのは滑り止めの効果ですが、私どもが実験した結果によってでもですね、かなり雪道の走行での性能は上がりますので、十分効果があるんじゃないかなと思います。 JAF が行ったこちらの実験、雪道を時速40キロで走行するノーマルタイヤの車のブレーキを踏んでから停止するまでの制動距離はおよそ30メートル。では同じ条件で布製のチェーンをつけた車の制動距離はおよそ20メートル。未装着の車より10メートルほど手前で停止できました。2本セットでおよそ1万円で購入できるということです。とにもかくにも雪道や凍結した道でのスピードの出し過ぎは厳禁です。